皆さんこんにちは、町のレッスンスタジオ川船です。今日はですね、歌う時にこう喉が痛くなっちゃったりだとか、自分でも分かるこう喉締め、あーというようなね、苦しそうな声になってしまうとか、なんかこう気持ちよくずっと歌えないなっていう方向けにちょっとお話ししたいなと思います。今日は早速行ってみたいと思うんですけども、まずそういうあっていう声になりがちな人、改善策としてはですね、まず空気を出します。はーと出します。でこの歯の時こうはーこう何でしょう、温まる時のようなはーって出してから、それから声を出してみてください。はーなイメージなんですけど、この時にはーはーっていうふうにいきなりあーっと出さないこと、それはあーってやってある時のこの締まる感覚ね、あっていう感覚があるんですけど、それをやってしまうと、はとあの間がははあ、あ、一瞬こうはうんあ、あって止まっちゃうと思うんですよ。それ止まらないように息を出して、出しっぱなしでははからあに行くイメージですね。で、一応はあとは言ってるんですけど、はとあっていうイメージではなく、はっていう一つのワード、はーという言葉だと思うと、はーとスムーズにいくと思います。でそうすると、このとここがはーって割となんかこうクッてなる感じがないと思うんですよね。あとかはーあって強くやるとなんかうってなる感じがある人は、これをぜひやってください。で、発声練習してる人がいるかは分かんないんですけど、例えばこうあーってやるときに、あーってなりがちな人とかは、あーっていう風に、最初にあーって入ります。で、そのまま息を出しっぱなしで、あーっていう風に上がっていくと、割とあーとなりにくいのでやってみてください。歌う時もまずは、なんとなくフレーズをつなげてみて、あーっていうような感じでやってみてください。でも今みたいにあーって言葉になる前の歯の状態だと、なんかこう平べったいし、あー私はーみたいな声になっちゃうんで、そうではなくちゃんとあーまで行ってからの歌というような形も意識してください。じゃないと今みたいなあーみたいな声になっちゃうんで、あーまでちゃんと行くっていうのがポイントですね。うん。なので、今日やったのはまずははーと出す、そこからはとあが、同じワード止まらないようにはーと出すで、出した時もはーのままで、はーのままで止まらずに、はーと最初の一発目だけポンと出して、あとは歌ってみる。これだけでも、割とこのあっていう感じは解決するかなと思います。最初は難しいと思うんですけど、口を開ける、開けてから声を出すというような感覚でやってみると分かりやすいかなと思いますので、やってみてください。では、他の動画気になる方、いろいろ発声のことも紹介してますので、概要欄からご覧ください。それではありがとうございました。